アイムズです。今回はサムライベイパーズさんからご提供いただいたこちら、リロードベイパー USA のリロード RDA です。それでは、手元で開封していきたいと思います。はい、ではリロードベイパー USA のリロード RDA 開封していきます。箱はブリキのカンカンカンです。はい、じゃあまずブリッパーと開けると、カヤのオーリングとロッククレンチ、そしてプラスのイモネジと BF ピン、以上になります。はい、ではアトマイザーの方を見ていきましょう。うん、サテンっぽいけどちょっとポリッシュしてあるようなステンレスになりますね。ドリップチップは810です。ボトムこんな感じですね。V1.5 リロード RD の V1.5 の BF 対応版等ですね。はい、ではトップキャップ外していきます。ちょっと硬いんですよね。はい。もうこれビルドしてあります。というのも、一度捨てみました。で、まあ、漢字を掴んでみたんですけど、まあ、トップキャップ後ろは、まあ、ドームっていうか、まあ、そうですね、ドームですね。幅は 24mm 系です。で、ボトムフローのこんな感じのエアフローになってますね。うん。はい。じゃあ、まあ、この位置でやりましたね、人は。で、まあ、もうほんともっと高くしようと思ってたので、また今日改めてビルドはします。まあこの状態でもまあまあ普通に味は出てくれました。まあもうちょっと美味しくなるのかなと思って、今日はまた違ったっていうか、ちょっとね、もうちょっと揚げてみたいなと思って。で、まあケネディとかと一緒でガツンとしたね、あのパイプが伸びてるんですけど、まあここ間空いてますよね。で、まあここから幅ギリギリまでのねコイルとか使ってやった方がいいのかなと思ったんですけど、まあいつものこれでもね、これでど真ん中に置いても全然普通に味しました。まあクラプトンとかね使って方がもっといいのかなと思いますけどね。はい。で、まあちょっと気になるのは、まあまあ大丈夫なんですけど、あのエアのこの何煙突と結構近く感じるんですよね、こっちとか。まあ隙間はあるんで、あのショートとかはしないと思うんですけど、ちょっと気になるなと思ったぐらい。うん、もうちょっと内側でこう安心させてくれてもよかったんじゃねえかなとか、ね。まあちょっとは思いましたね。うん。です。このような感じです。で、まあエアフローは普通にあの3つね、コントロールの方空いてますんで、これは普通にシングルでも対応してます。まあ、あれとかはないんで、あの、あれとかね。はい。では、またビルドしていきたいと思います。で、こちらね、普通に、こう刺そうとすると、あの、ワイヤーの方ね、足を入れようとすると、必ずこう邪魔して入っていかないんで、あ、入っちゃった。まあ、いいか。とは入れたことにしといて、で、もう一個だと今度コイルが邪魔してくるはず。なので、ちょっと先を曲げておくと、
ると入れやすいです。はい、まあちょっと揚げたいんで、今日はちょっと最初にこう揚げといてから、揚げた状態でね、ワイヤー固定していきたいとしています。ね、まあこのぐらいの感じ、まあさっきよりはね、ちょっとだいぶ多分上げたんじゃないかなと思います。先ほどまで多分このポストのビスよりもと同じぐらいで多分組んだと思うんで、はい、このような感じにしました。まあ、ちょっとだけ、気になるのはこの足切った時、まあちょっとね、大丈夫かなと、意外とあれですね、意外と切れてるね、内側の方で、うん、そう、まあもうちょっとこの下の、この出てるところこれが削っといてくれても、もっとワイヤー切りやすかったかなとは思いますね、うん、ぐらいです。はい、じゃあドライバーンしていきます。はい、0.287、まあ 2.25 ぐらい。はい、じゃあコットン通していきたいと思います。はい、出来上がりです。うん、コットン詰めるのがね、ガバッてこう空いてるからガバッて入れるんで簡単っすよね。はい、このようになりました。まあ高さは結構高めになってます。
はい、ではリキッドのね垂らして吸っていきたいと思います。はい、リロードの RDA やってきました。では吸っていきたいと思います。もうちょっと下げてた方がやっぱりいいかな。うん、そうだな。下げとくとエアーが結構全開でも重たいんですよね。うん、じゃあちょっと半分ぐらいまでしてみて。うん、まあ半分ぐらいさえ寝てるようには、うん、美味しいんだけど、うん、味の出方の僕の好みとしてはやっぱりもうちょっと下がった方が、ビス芋ネジの下までぐらいの高さの方が僕好きかな。でも美味しい。それくらいかな。まあまあその気になる部分とかは別にねそんなないので、まあそのなんだろう、ショートしそうな感じのこうエアのあれのところね、ポストに対してちょっと近いかなとかっていうこう思うの、まあ大丈夫でしょうけど、うん、近いかなって思うのと、まあ、ワイヤーの足、もうちょっと切りやすく、こう、なっててくれてもよかったかなっていうぐらいの、ちょっとしたことですね。うん。でね、これね、その最初の状態でちょっと使ったんですけど、ボトムエアフローって、結構ミストのあれとかで、こう、伝え漏れおかしいな。ミスト残りで、エアフローのここの出口のところ、結構ペタペタになるんですよ。で、結構使ってみた、もう1日くらい使ってみたんですけど、ベタベタにならなかったんですよね。うん。なんだろう。まあ、なんだろう。ベタベタになるんで、僕あんまりボトムフロー使ってないんで、うん。ならないから、これ使えるなって思ったぐらいなんですけど、ほんとそれぐらいのことなんですけど、うん。いいですね。はい。では、今回は、サムライベーパーズさんからご提供、いただきました、リロードベーパー USA のリロード RDA でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。